この国をいいところに、もっと素晴らしいところに、翼の塔です。ありがとう。こんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼、翼の塔政策録、ベーシックインカム、ベーシックキャピタル、積極財政、財政出動のあり方、信用創造する権利の民主化でございます。はい。まず、当チャンネルではですね、リーマンショックの100倍の規模の金融危機が起こると何度も言ってきました。でもそれはやはりこのままなら起こると、今も変わらず思っております。まあこれも何度も言ってきましたけれども、今まあアメリカのインフレ率が上昇していると。まあちょっと高止まり、爆発的に上がっていませんけれども、消費者物価指数米国 5.4%、2回連続続いてるんですね。これはまあ米国ではコロナ禍による一時的な要素だと言っているんですけれども、まあ、もちろんそれもあるんですが、まあ、私はまあ基本的に無制限の量的緩和による構造的な、制御不能なインフレが、着々と進行していると、私はそう理解しております。なぜならば、もうこれはもう死ぬほど出してきた図でございますけれども、世界の GDP と、金融資産の総額がもうぶっちぎりで金融資産だけが膨らんでいると。これまあ金融バブルだということですね。まあ金融資産だけが4倍以上早くですね、膨らんでいると。実体経済はそこまで早く、高くなっていないと。これつまり、近い将来金融資産は4分の1になるということです。今の流れだとおそらくインフレ、まあハイパーインフレというか制御不能のインフレによるドルが吹き飛ぶと、今のままだとそうなります。はい。その財政出動を公共事業なのかベーシックインカムなのかと、まあ別にどっちもやっていいんですけれども、なぜベーシックインカムをやるべきなのかということなんですが、はい、こちら久しぶりに出しましたけれども、こちらですね、日本の、一般会計と特別会計の合算で歳出、つまり使っている金額ですね。ぶっちぎりで多いのは社会保障費。社会保障費というのは、まあ、ほとんど医療費ですね。福祉費も含まれていますけれども、老人介護、実際にはほとんど医療ですね。なので乱暴に言うと医療費に年間90兆円使っているというのが今の日本なんですけれども、これが日本の形、まあいわゆる公共事業、土木関係っていうのは 6.9 兆円ぐらいしかないんですね。今回のコロナ禍で、ヨーロッパの数十分の1の重症者しかいないのに、日本の場合は医療崩壊したと。でも医療崩壊、いや医療崩壊してないんですけど、医療崩壊するすると、とにかく言うと。でもよくよく考えたら、もう世界と比べてももう恐ろしい金額、年間90兆円とかを医療費に使ってきて、そのインフラがコロナ禍で全く歯が立たない、今こういう状況にあるわけですね。公共事業の必要性は私も否定しませんけれども、それは今の公共がまともであればということなんですね。今回のコロナ禍で言うと、例えば医師会や厚労省やその国会属議員にいくら予算を投下してもですね、コロナ禍収まりません。収まらないですね。なんで毎年90兆円も使って作ってきた世界最高峰の医療インフラがですね、金額だけで見たら医療インフラがですね、よくよく考えてみるともう全然コロナの受け入れに歯が立たないというか、そういう設計になっていない、本当の危機には何にも役に立たなかったというのがですね、今回なんですね。これは多分医師会の人とか厚労省の人とかもう絶対言われたくないので、こういう話をすると SNS で逆切れしてきたりするんですけれども、申し訳ないですけれども、これが事実ですね。膨大な日本国民のお金を使っておきながらですね、今の医療インフラではコロナ禍を収束させることができない。もちろん改革すればできるんですよ。改革する気もない。なのでベーシックインカムを優先すべきというのは、残念ながら今の公共があまりまともではないので、ベーシックインカムのように広く人々にお金を配り、人々が必要なものを買うことによって必要な産業が育ちます。産業が育つ。
そこには市場原理がありますから、市場原理が蘇って世の中が活性化すると、なのでベーシックインカムを別に公共事業をやめろというんではないんです。予算を増やすのであればベーシックインカムを導入すべきだと、今ないんですからということなんです。竹中平蔵や維新の会もベーシックインカムを推進してるじゃないかと、ベーシックインカムは悪者じゃないかという意見もあるんですが、翼の党のベーシックインカム BI と何が違うのかというとですね、竹中維新のベーシックインカムは社会福祉をやめてベーシックインカムに統合しようと言っているんですね。これは彼らの意図としてはですね、社会保障費を削減してさらに搾取してやろうということが根端が見え見えなわけですね。これではダメだと。翼の党のベーシックインカムは今までの社会保障プラスベーシックインカムなんですね。社会保障の削減ではなくて経済対策としてのベーシックインカムであると、まあ、基本的にはまずここから始めるべきだということなんです。ベーシックインカムの意義としてはですね、例えば本当に月15万円とかのベーシックインカムが配られる時代が来ればですね、働く意味が根底から変わるんですね。まあ、これはベーシックインカムの業界でよく言われることです。ここも大事なポイントですね。月に15万もらっているベーシックインカムがあればですね、ブラック労働とかでもうどうしても嫌なのに、もう生活のために働かなければならないみたいなことがなくなると。そういう意味では社会が正常化すると。また、今の社会ではまあ生活のため、お金を得るために働くという概念から、自分のやりたいことのために働くという時代が来るんではないかと。これはまあ私もいいことだなと思うわけですね。しかしまあ残念ながら、このコロナ禍になったりですね、金融危機の情勢、現在の暗澹たる社会情勢の中ではですね、すぐに月15万円のベーシックインカムは困難ではあります。しかし、まあ、ベーシックインカムを推進している人たちの夢としてはですね、人間が働くというのは、まあ、誰かから強制されて、鞭打たれて働くということを、もう超えてですね、人類は自由にもっと、ポジティブにですね、自分の能力を生かしてやりたいことのために働くんだと、そういう時代を目指していくべきだという思想がこのベーシックインカムにあります。私たちもそのような、ベーシックインカムの思想は推進していきたいと思っております。翼の党のベーシックインカムはまずはですね、全国民に年間30万円の給付金を払うぐらいのことから始めるべきだと。今回まあ年1回10万円配られましたよね。まあしかしあの10万円もそれはないよりは良かったわけですね。これが毎年ですね、子供も含めて全国民に配られると、まあ結構な破壊力でですね、人々の行動を変える可能性があると。まあ子供が3人いるとですね、その3人いるだけで年間90万ですね、ご家庭にお金が入ってくると。まあそうすると、まあ奥さんがパートに行かなくても子育てに専念できるかもしれない。みたいな生活のライフスタイル自体が変わりうる。変わりうるし、まあこのぐらいであれば日本の財政状況でも出せると思うと。また所得合算にしてですね、確定申告してもらえば、所得の高い人はですね、また税収としてバックしてもらえますから、年間15兆から20兆円程度の財源で、年間30万円の給付というのは行うことができると、私たちは、まあ、概算しております。この財源をですね、私たちは金融資産課税にしたり、また、MMT 的な国債の増発の併用で補うことは可能だと。まあ、この後ちょっと MMT についてもコメントいたします。MMT 的な政策についてはですね、私たち翼の党は、若干否定的な立場を取ってまいりました。まあそれは、まあ様々な理由がございますが、まあ一つにはですね、MMT 支持者の人たちの一部はですね、もうとにかく MMT やればバラ色なんだ、何でも大丈夫なんだということをですね、まあ散々おっしゃいますのでですね、それは違うんだよと言ってきたんですね。デフレの日本の場合、MMT 強制インフレ政策を行うだけの余地は今はあります。今はあります。ただし米国が構造的インフレ状態になっていることを考えるとですね、MMT 政策をやればバラ色なんだということではないということは理解いただきたいんです。
そもそも金融バブルを拡大させないような金融改革をやらない限りですね、MMT で吸った予算がですね、金融屋のバブルに消えてしまうと。これもう大変なことになるわけです。その大変なことがアメリカで起こっているので、もうとてつもない、もうどうしようもないことにアメリカはなってるわけです。でもアメリカはもう後戻りできないと思いますよ。だから日本も、MMT 的な政策のお金がですね、金融バブルに直結したらですね、もうさらに悪い状況になるということです。なので、金融資産課税など他の政策と併用しながらですね、冷静に財源の構成はやっていくべきだということでございます。ベーシックキャピタル、今回の動画のもう一つの大きなテーマでございます。これは、政策の最後にずっと書いている信用創造する権利の民主化が必要だと。これ難しいんですね。もはや何を言っているかわからない人が多いとは思うんですけど、これとにかく大事なんです。金融資産課税をするにしろ、MMT をするにしろ、作った財源をどう社会に再分配するのかが大事なんですね。MMT で作ったお金が全部金融屋のバブルに消えた。これもう不幸がさらに上塗りされるんですね。だから、どう分配するかを決めないといけないんです。現在は信用創造する権利を中央銀行と一部の民間銀行が牛耳っています。前述してきた通り、それにより社会が歪んでいるわけです。金融バブルも止めどもなくなっているわけです。通貨の発行というのはですね、信用創造と言い換えることもできますし、信用創造というのはですね、負債を発行するということなんです。ちょっと今日これだけ聞いてもわからないかもしれませんが、政策1とかですね、過去動画をご覧ください。誰かのお金というのは誰かの借金なんですね。誰に借金をさせるかを誰かが決めないといけないというのが今の社会なんです。今は民間銀行がリスクを恐れ借金をさせないということで、中央銀行が無制限の金融緩和を始めたという状況です。これはつまり無制限の借金でお金を市場供給しているということなんですけれども、それを中央銀行がやっちゃってることによってですね、もう市場が壊れてるんですね。競争もない。もう行き着く先は破綻しかないんですね。信用創造する権利を中央銀行と中央銀行を作った国際金融資本、まあ、いわゆるロシアイルド的な人たちの関係者が牛耳っているので、国際金融資本の関係者の中でお金がぐるぐる回り、金利がいかに安いとはいえ、ぐるぐる回る金額が膨大なので、金利は膨らんでいます。イコール儲かっています。史上最大儲かっているゴールドマンサックス。そういう動画も過去に出しました。なんでこんなにコロナ禍で、一般経済がメタメタなのにゴールドマンサックスは史上最大の利益なんでしょうか。こういうことです。国際金融資本が儲けているという分は、皆さんのように普通の働く人は異常な搾取を受けています。異常な搾取を受けているんですが、今日の動画を聞いても、多分長らくこの翼のチャンネルを見ていただいている方でも多分わからない面がたくさんあると思います。そのぐらい今の金融システムというのは難しい複雑なものなので、何を搾取されているのかわからないんですね。しかし感覚的に搾取されているなとは薄々思ってられると思うんですけれども、実際に搾取されています。それが今の金融制度です。信用創造する権利を民主化すべきだというのはですね、信用創造で作ったお金を民主的に分配するシステムが必要だということです。金融資産課税にしろ、MMT にしろ、お金の分配の仕方も抜本的に変えなければ、金融バブルだけが膨らみ続け、今の社会は変わりませんと。なので私たちは、これが一番大事だと。だってみんなお金に振り回されてるんですから。今回のウイルス事件とかワクチンの事件とかもですね、結局お金を持つ奴らが強すぎることによって起こっていることですね。その中心にあるのが信用創造する権利。まあちょっと言い換えると通貨の発行権を牛耳っている奴らが強すぎるということなんですね。それを民主的にしろということでございます。難しいですね。ベーシックインカムというのは生活に使えるお金を配るということです。ベーシックキャピタルというのは投資にしか使えないお金を全国民に配るということです。
そんなことできるんでしょうかと。できるんですね。例えば、ベーシックキャピタルの実施例。例えば、こういうことをやればできます。国が10兆円分の通貨をまず発行します。融資や投資を受けたい企業や個人を募集するクラウドファンディングのようなプラットフォームをちゃんと国が大々的に整備いたします。その用意した10兆円分のお金をインターネット投票で融資を求める企業や個人に分配します。融資や投資ですから、利益が出たら国庫に返してもらいます。貸し倒れも当然ありますけれども、返ってきたお金や新しく発行した通貨は、さらにみんなの投票によって、また分配していくということです。なんか、こういうことが、今はありませんけれども、できるかできないかというと、できるわけですね。ベーシックキャピタルの実施方法は様々に考えられます。さっき実施例と書いたのは、このベーシックキャピタルなることを言っているのはですね、今激しく言っているのは世界で私、黒川一人でございます。一人なんですけれども、私はもうどう考えてもこれが一番大事だと思っているので、理解されようがされまいがですね、毎日の動画の一番最後の一番上に赤く書いているんですね。このベーシックキャピタルの実施で必要なのはですね、要は、国が信用創造を行う。これ今もう行っています。国債の発行しているんですね。に、インターネットを使って、早く広く情報をマッチングさせて、投融資先を決定すると。一部の銀行家だけが牛耳らないと。投融資先の決定に民意を反映させる。一部の金融屋だけが牛耳らないと。そして、投融資を求める事業者をちゃんと競争させる。一部の奴らのコネで決めないと。競争原理が働くということです。努力した人のところにお金が回る社会が作らなければならないということでございます。今の社会はですね、国際金融資本の仲間のところだけにお金が回ると。例えば、イーロン・マスク。イーロン・マスクさんがやっているテスラ。株価高すぎるわけですね。異常です。なんで高いかというと、これもう、仲間内でお金が回ってるだけなんです。本来あるべき社会は、頑張る人のところにお金が回る社会だと。例えば、一生懸命頑張る若手農業者。こういう人たちにお金が回らないから、農業をやらないわけですね。これは農業者が悪いとか、そういうことではなくて、もう社会が歪みすぎているということです。特に若い労働者が育っていない。もう何度も言いましたけれども、若い人たちに投資しないんですから、もうこれは国が滅ぶレベルに来ているということでございまして、この若い人たちに投資をし、労働者を育て、国際競争力を取り戻す、豊かな日本を取り戻すという意味ではですね、ベーシックインカムやベーシックキャピタルが必要だというのが、翼の党の、姿勢でございます。権力者たちが働かないから、国民が不幸になっているんだろう。